前回のあらすじ。撃たれた。撃たれた。壊した。登った。落ちた。どうも皆さん、絶世の美少女ゆかりさんです。皆さんこんにちは、キズナあかりです。ゆかりさん、ストライダーに乗れずに落ちちゃいました。これどうなるんですか？ターゲットが表示されてるので、とりあえず壊しに行きます。その間に、ウォルターが何か助言してくれるはず。ちょっと距離的に厳しいですね、これ。当たってる気はするんですけどね。どこか違うところから登れないかな？どうだろう、登れるのかな？簡単に登る手立てはもうない。もうダメですって。ダメだったか。失敗だ。そんなわけでコンティニューしました。次はちゃんと簡単に乗らないとダメですね。レーザーが来る。回避できましたね。このまま一気に近づいて足を壊したいですね。もう少しでストライダーの足破壊が来そう。次は簡単目指して飛ぶんですね。赤い点をゆかり登ります。ヨガちゃん、行けゆかり。二両目に飛び移れ。逃がすな、621。よし乗った。ここからはサブジェネレーターを破壊して回るんですね。引っ込み。サブジェネレーターの破壊を確認した。引っ込み。三歩目。全消し込みを。あとはあのメタマお化けを壊せばクリアですね。適度にレーザー撃たれるから気をつけないとですね。それじゃああのメタマお化けを倒しました。安心の真下方法。よしよし、これでクリアだと。簡単にさえ乗れれば大したことないです。落ちたら元も子もないですもんね。ウォルター仕事終わったよ。ゆかりさんは帰るぜ。なんか雲行き怪しくないですか？これ逃げろとか言われるんじゃ。距離を取れ、621。やっぱりそうなのかも。ストライダーから離れるんだ。急いで逃げて。回避地点遠すぎるんだな。急いで急いで。ちょ、エネルギー足りないから移動大変なんだって。621。振り返ったらとかあるのかな。ウォルターのここ信じるよ。でもまだ怖いからとりあえず逃げるよ。妥当な末路だ。キャー、あぶねえ。あそこで振り返ってたら巻き込まれてたんじゃないの。間一髪でしたね。とりあえずはこれで大丈夫そうですね。目標完全に沈黙しました。マユケン621。アーキバス本社から直々の依頼だ。ご指名ありがとうございます。本社から直々の依頼だなんてすごいですね。壁越えとやらをしなければいけないんですね。きっと待ち受ける強敵がいそうですね。スネイルさんは落ち着いた喋り方で好感が持てますね。私が立案した作戦行動に望めること、光栄に思いなさい。全言撤回、こいつぶっ飛ばす。ナビコン解放戦線が拠点化した攻撃場の要所。落ち着いた口調で嫌なこと言うタイプか。壁を攻撃。ゆかりさん、こういうタイプの人間は嫌いです。敵は多数のゆかりさんの AC 技術に恐れおののくがいい。こういう相手には行動で示すしかないですね。まずはそれを突破し、壁上に到達しなさい。オラ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 、 AC 様のお通りだ。ここは敵がかなりいそうですね。とりあえず壁に向かわないといけないので、周りを排除しながら向かいましょう。ターゲットです。排除します。中ボス的なの出てきてますね。周りにもまだ MT がいるので戦いにくいですね。これが壁を守って動くってことです。できるだけ被弾しないように倒しちゃいましょう。相手はマシンガンにショットガンでしょう。ロケットかバズーカかね。どちらにしろ当たれば大ダメージですね。スタン攻撃は卑怯やるぞ。あとちょっと。やった、無事撃破しましたね。あとは壁を攻撃するのに。周辺にリフトがあるはずだ。あ、これがリフトですね。最上階までご案内。このパターンってまだ先に何かいるんじゃ。確かに屋上で待ち構えてそうですね。油断禁物ですよ、ゆかりさん。追加の弾薬を用意してくれたみたいです。ウォルター優しいじゃないですか。
ということは間違いなくボスがいますね。気を引き締めていきましょうね。誰か来た。細い足。軽量二脚ですね。ダチョウみたいな足してますね。私はゆかりさんです。あのハンドラー・ウォルターの子飼いらしいな。それはどうかな。なんか来た。こいつがボスですね。これもでかい戦車みたいな感じですね。共に壁越えと行こうじゃないか。お前足引っ張るなよ。戦闘開始。なるほど、将軍の装甲で守られてるんですね。君は背後から叩いてくれ。ラジャー、あの人がおとりになってくれてるんですね。その子に後ろから殴れてくれたんです。ここだ。ブレードが止まりましたね。背後を取ってブレードを埋めていくのが良さそうですね。おとりがいてくれるならガンガン攻めれますね。このまま回り込んでもう一撃入れてやる。この感じにですね。めっちゃ楽しい。ここだ。ラスキーどうしたの。あの静かに腹立つおっさんですね。増援が来てるみたいですね。成功しました。ラスティと言ったか。お前の正体に気づいているようだったが。ゆかりさんだってバレてないですよ。気にするな。じゃあ気にしないことにしますね。これでまた一歩前進ですね。